はい、ヤマハギア、ギアです。はい、これ昔僕オークションでギアじゃなくてギャーって書いてあったことがあって、ギにちっちゃいやね、ギャーってギャーって書いてあるって大騒ぎして一人で笑ってましたね。寂しかったなあの時。もう毎週一人でオークション行ってましたけども、はい。こちらの車両は某ですね、某有名乳製品会社、乳酸菌とかやってるところがあるんですけども、まあ、皆さん非常にこう有名なんで想像はつくと思うんですけど、まあねドンピシャで言うと語弊があるので、ちょっと言うのはやめとこうかなと思うんですけども、はい。まあ、僕もですね毎日飲んでます。毎日1本、お腹に健康、ホワイトベースって感じですね。はい、って感じで飲んでたりとかですね、するんですけど、はい。なんだろう、これアクルトって書いてあるな。アクルトって何の会社だろう。アスクルとかそういう文房具系の会社なのかな。はい、そこで多分使ってたデリバリーの車両ですね、これをの引き下げ、引き払いというか、でもね結構まだ綺麗なんですよ。で綺麗だし、オプション装備も全部しっかりついてるので、これ系のマニアの人には割とたまんないんじゃないかな。この大容量の前かごと、それからリアの積載量、これ20キロいけるんですね。でさらにそれに補強のこのキャリアが入ってます。はい。で、エンジンちゃんとかかります。さすが大企業の備品で使われてただけあって、メンテはちゃんとしてある感じがする。ただ経年ツーストのギアなんで、現行のやつじゃないです。多分結構前に使わせたやつだと思うんで、経年劣化はありますね。エンジンはすぐかかるし、普通に走る、曲がる、止まる問題なくできます。はい。でここにコンビニフックというにはでかすぎるこのフック、ここにですね、ここにもう一個クーラーバッグを置いてですね、何かの配送に使ってたんじゃないかなと思うんですけども、はい。何でしたっけ、まだかな、まだ、あれは違うわ、学研だ。でも今あれですよね、そういうのってなんとかおばちゃんとか言わないんですよね。なんとかレディーとか言うんですよね。そう、なんか男女差別するな雇用機会均等法みたいなやつで、でもなんとかレディーはなんとかレディーしか働いてないですよね。なんとかボーイとかなんとかおじさんいないですよね。ね、まあ、そういえばコーヒーの名前出していいと思うんだけど、ユニマットってあるじゃないですか。イーマットライフのユニマット、コーヒーのうち前の会社サラリーマンだったところとかもう入ってましたけども、ユニマットの営業さんのね、よくこうコーヒー持ってきてどうですかって言ってくる女の人がね、女の人で若くて綺麗でスカート短くて困る、契約しそうになるけど、契約したら次から商品をですね補充しに来るのは男性ですからね、はい、おじさんが来ます、というような経験が あったな。はい、っていうのをちょっと思い出しましたけども、でもねずるいよ、こういううちみたいな男しかいないね、こうなんかむさ苦しいところに、それはね私ができれば補充しに来ますみたいな雰囲気で、ああいうこう綺麗な女の人が来るとみんなおーってなっちゃいますよね。なんかね保険の外交員とかね、ね皆さん身に覚えあるんじゃないですか。はい、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないです。はい、来ていただいてもちょっとうちは人数少ないからね、あの時は契約全然できないんですけども、はい、まあ綺麗な女性営業がいるところはいいなっていう話です。はい、はい、まあねこちらのオートバイもですね、おそらく販売の時に乗ってた方はもちろん美しい女性だと思います。はい、もう全然バイクの話じゃないですね。でまあ、ちょっとなんでこんな言い方をしているかというとですね、これちょっと現状販売で出そうと思っております。というのはどういうことかというとですね、ギアは結構人気があるし、
そこそこの値段についてはいるものだし、分かってるんですけども、どうしてもその販売価格からですね、差し引いてうちの方で、手堅くメンテしてっていう形ができません。できなくもないんですけども、走行距離が 11,760 キロってあるんですね。 11,760 キロってことはほぼ間違いなく 11,760 キロなんですよ。でそうなってくると、いくらその企業さんが使ってて今いろいろこうメンテをしながらやってきて部品もきちんと交換してあるだろうという予測に基づいて僕はおすすめしたとしてもそれでもやっぱり11万キロ走ってる原付きっていうのは11万キロ走ってる原付きなんですよ。でそうなるとやっぱり現状でっていう形にせざるを得ません。はい、だから限りなく通常販売に近い品物ではあるんですけども、条件は違いますよということです。だからそれとその条件に踏まえた金額を設定してますので、もちろん乗って帰るのは NG です。積載車および陸送等を使って乗り出しの前にご自身でメンテナンスをしてから自己責任において乗り出してください。はい、これは約束してください。お兄さんとの約束だぞ。いや、すみません、おじさんとの約束だぞ。はい、でちょっと一周取ってください。はい、これね、最初ちょっとほこりかぶってたんですけども、ちょっと洗ったらすごい綺麗になった。さすがだなと思います。ね、アクルトって何の会社だろうな。アクルト、あ、逆から読むのかな。トゥルッカかもしれない。はい、あ、ちなみによいしょ、サイドスタンド標準でついてますので、はい、またこれでなんか配達してやろうという方にとっては嬉しい装備なんじゃないかなと思います。はい、ちょっと僕自身もこれは好きなというかですね、なんでこういうのが好きか分かんないんですけども、なんかちょっとこう特殊用途の車両って惹かれるんですよ。なんかね、これをまたミリタリー色に塗ったりとかしたらなんかこう使えるんじゃないかな、かっこいいんじゃないかなとか、ね、タイヤも特殊なタイヤ履いたら面白いかなとかちょっと思っちゃうんですけども、まあ、そういうのは趣味になっちゃうので、私じゃなくて、お買い上げになった方が楽しんでいただければ幸いでございます。はい、というわけで、ギアですね、ヤマハギア、どうしてもジャイロって言いそうになるんですよ。はい、です、どうぞよろしくお願いいたします。